いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山石伝会チャンネルでございます。先生、はい、朝山石伝会チャンネル初めて10ヶ月、はい、2万人登録者数2万人超えました。これありがたいです、ね、ありがたいですね。ありがとうございます、はい、誠にありがとうございます。この間いろいろありましたけどいかがですか？一言じゃ何なかなか言えないと思いますけど、うん、まあコロナになってね、うん、はい、やってみようかってことでね、はい、まあ、さしたる覚悟もなく初めて、まあ、いろんなことがねありましたけども、はい、まあ、本当にでも2万人って取るのはありがたいですね。そうですね、うん、1年経ってないですからね。そうですね、2万人っていうのは本当にありがたいことですね。まあ、YouTube 影響もあってか、うん、道場の環境も随分変わったと思うんですよ。そうですね、まあ、文科生もそうです、ね、うん、9人8ヶ月の間にね増えましてね、びっくりですね。びっくりですね、こんなに影響が、はい、反響があるとは。何か、はい、まあ、YouTuber 絡みでこのお弟子さんも入ってきていただいて、そうですね、うん、皆さんの YouTube 見ましたという方がね、うん、入門してくれて、その中で、まあ、YouTuber とのコラボもあって、はい、その YouTuber が入門してくれるってい う, そう流れが、そうですね、今ここにいますけども、はい、いや、こっち向いてくださいどうぞどうぞ、はい、そうですね、キー株式会社エスカルのピロスケと申します。はい、ちょっと、まあ浮いてる感がすごいですそれは承知してます。そうですね、はい、まあ、僕ももう居合ずっとやってたんですけども、うん、はい、まあ、状況とともにまあできなくなって、はい、まあ、YouTuber やって、まあ、こういう朝山石伝流さんとの出会いとのもやっぱ YouTube のきっかけなんで。そうですよね、はい、今みっちりと、はい、本当にありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ、はい、まさかね、入門等まで行くとはっていう感じですけど、好きなんだなっていうのは感じますね。入門する前提で僕コラボしましょうって言ったんで。あ、そうだったんですか。そうだったか。そうです、そうです。あ、それは知らなかったんです。はい、そういう裏があるんですよ。あ、そうなんですね。今まずコラボって繋いで、怖くないかなとか。いや、やっぱり探らないと。大人ですから、僕も。なるほどね。あ、そういう裏があったんですね。そうですよ。それ初めて知った。やっぱり一番一生懸命やってるもん。本当にね、稽古熱心ですよね。やっぱり関先生の魅力というか、優しさがやっぱりこう伝わってると思うんですよ、うん、はい、で僕らのチャンネルでもなんと入門してくれた人がいるんですよ。そうなんです。コラボのきっかけで、はい、はい、ちょっとお呼びしたのでいいでしょうか。はい、はい、どうぞどうぞ、はい、彼がコラボしてそのきっかけで入ってくれた方なんですよ、はい、いつかやるから来ました。そうなんですよね、第一声がいつかやるから来ましたいつかやる知らない人からしたら誰なんだろう。もうお名前っていうか、はい、あ、はい、藤田と申します。藤田さん、あ、でも本当嬉しいですよ。本当に流れがこういうね、うん、若い人に入ってもらうっていうのが一番いいですもんね。あれ、いくつでしたっけ、うん、自分今24です。24、うん、いいですねいや、でこうして文科生も増えましたけども、他にも嬉しいお知らせがありますね。あ、そうですね、はい、京都のね、はい、東山堂さんが、はい、まあ、あちらもね初の試みみたいなんですけど、うん、360度撮影とカメラでいう、私も生まれて初めての経験で、私も初めて聞きましたね、はい、はい、それはもういろんな姿勢が見れるっていうことですか。そうですね、撮影自体は柔道用の畳をね、はい、引かれて、まあ、合気道の方とかも来られてたのでね、そういう状態なんですけども、その上でぐるっとねこう暗幕になってで、360度ぐるぐるぐるカメラついてるんです、はい、全部ね、幕に囲まれて真っ暗の中、私だけにライトが当たってる状態なんで、はっきり言ってね、大変でしたあのね、目が見えないんですよ。だから自分がね、どっちの方向に技やってるのかってね、結構ね大変な思いをして。そうですね、非常にいい勉強になりましたね、はいはい、いい経験というか。それで、実際は画面をこうしていただくと、うん、私がこう、まあ居合道なんですけどね、うん、技をやってるのがこういうふうに動いて回り込んでこう見えるという、はい、なんか時代の進化を感じるというか、はい、でまたね、東山堂の方がすごくいい人でね、はい、なんかどうでもいい話も盛り上がったという、はい、その動画っていうのはどういう形で見ることができるんですか。まあ、有料サイト、
サイトなんですけど、宝山堂さんがゲンっていうその有料サイトを立ち上げて、そこで、はい、有料でその映像を見れる、はい、居合道は私なんですけど、その他に合気道とか、他の空手とかいうのをやったそうでね、はい、要はもう細かい所作とかいろんな部分が、まあ、動画よりもっとはっきり見えるっていう感じなんですかね。見たい角度で動かして見れる。あ、それいいですね、はい、うん、そういう形ですね、はい、ぜひとぜひと、はい、そしてこれだけではないんですよね。あ、そうですね、そうですね、はい、まあ、おかげさまで BAB ジャパン様から月刊ヒデを出してる会社なんですけどね、はい、そこからあの東流のDVD が、発売という運びになりまして、10月に入ったら、Amazon の方であの先行予約が始まると。予約が始まる、はい、開始、はい、で10月の14日に月刊秘伝さんの11月号が出るわけですけども、はい、そこであの東流の記事を組んでいただいてるんですが、はい、その6日後に、10月20日に発売という形でございます。すごいことですよね、DVD って。じゃあ先生はその DVD を出すっていうのは、うん、もう初めてだったっていう感じですか。はい、初めてですね。まあ、いつでも、まあ、朝飯店流の方を、まあ、動画も見ながらそれも見て、うん、細かい所作を学べる、そうですね、はい、また YouTube とは違った雰囲気で、はい、あのまあ、淡々とあのこなしてますのでね、はい、また違った見やすさがあるかなっていう、はい、もういうことですよね。やっぱ遠くで来れないっていう、道場来れないって方もやっぱいるので、はいはい、学ぶってこともできますよね、はいはい、よろしければね、あのお手に取っていただいてご覧いただければ幸いでございます。ここまで、これからもひとえに視聴者の皆様の、おかげと、心より感謝申し上げます。今後とも古武道の普及発展に魅力を尽くす所存でございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。お願いします。お願いします。人数の上がるもう一度そこを巡ってきたらドンと、そっちはなんか次はこのまま近い近い右手が成長して上がる。あ、そうです、こんな感じで体勢を取ってドン。ああ、よく入っちゃう。